あと3つ。できるかな。動画は分かれる可能性が2本の動画になってる可能性がありますので。あれでしょうね。これ、皆さんこれハリーグサです。すごいなんか藻みたいな。とんでもないことが起こってしまったんです。これね、増えるんですよ。根っこから増えるのをこうビーって取ります。このドロドロがいけない。穴開いてないですね。このそう水草なんですこれ。だから鉢に入れてこれをだよ。ここに置いといたら根っこからどんどん増えちゃう。だから同じやつですよね。同じものです。掃除すると綺麗になりますよ。まだ増えるんですよこれから。まだ5月だからね。いぐさって何でしたっけ？畳表になるいぐさ、こんな大きいのね。あれのちっちゃいやつ、ハリイグサっつぐらいで、ハリーって呼んでますけど。あんまり最近売ってないね。山野草も流行り廃りがあるから、今洋種がすごい出回ってるんで。でもやっぱ盆栽の下草だとこういうなんていうのかな、地味なもの、っていうか自然の感じのするもの、大きなピンクの花がドーンって咲いたりしないようなものしか使わないからな。わびさびですかね。そうです。自然にもみじの横にそんなでっかい洋種の花咲いてたらおかしいですもんね。こういう状態なんですけど、これ全部つながってんですよ。茎でつながってんの。こういうふうに、ほら茎でどんどん茎が伸びていくんですね。だからこれは切っちゃっても平気です。笹みたいな。あ、そうですね。笹も全部つながってますよね。あれと同じですね。でもうここまでねぐちゃぐちゃになっちゃったらもうこうやるしかないんでね。直すにはほらこれが本体ですよ。こういうふうにつながってる。なるほど。こんなのが手に入ってどうしたらいいんだということになるでしょう。これをねやるんですよ。丸めるの。こうやってくるくるとほい、ほら密度がね、密度を濃くして、これ今曲がってますけど日が当たるとちゃんとまっすぐになります。この辺がもう古いやつですよね。本当だから笹みたいですね。そう笹に似てるけど水草なんです。これは水草だからこうやって引っ張ってベロベロって出てきたらしょうがないから丸める。笹もそうやってやりましたけど、でこれをこう植えちゃうわけですよ。でこれ冬なくなるんです。で茎だけ残ってる。だから小さいの作りたい人は葉っぱが出る前に茎掘り起こして、今みたいにこうビローンってなってるのをくるくるくるって茎を丸めて寝伏せしとく。そうするとこんなちっちゃくてもシューって出てくるし、どんな形の鉢にでも合うから、こんな細長いとこにもピーって上にピーって出てくるしね。冬にやってもいいってこと？そうね、凍ってなければ3月ですね。3月とか、芽が出る前にやった方がかっこいいのができますよ。最初から短くなるしね。どんなちっちゃい鉢でも平気ですよ。だいぶちっちゃい。はいはい。小さいのにしました。両方とも一層さんです。これはこっちでいいでしょう。ね。これでいいでしょう。からサイズ変わりました。ね、ちっちゃいからね。最初曲がってるけどね。これは根っこです。根っこは切ってもいいです。これは止めます。盛り上がってきちゃうのこいつ。ねえ、反応早いんで。草もやっぱりちょっとでもいいから止めてください。台風とかで横になった時に抜けちゃうからね。はい。曲がってるけどね。気にしないでください。治りますから。こういう風に、まあ気になる人は手でこう食べてください。はい、苔葉ちゃんと全然目立たなくなっちゃう。可愛い。予想外の可愛さになるんです。これは。真夏の展示だと涼しげでいいんじゃないですか。うん、6月7月に何かやるんだったらね。なかなかでも秋だと使わないか。寄せ植えでもいいですよね。なんか合わせて。うん、ただ水草なんで、水草同士じゃないと水多すぎて。水嫌いなやつは寄せられない。何があるだろう。ということは本当水草なんじゃないですか。やっぱ合わせるなら。ね、水草。丸っこい葉っぱのものがあれば可愛いんだけどな。ありますよね。水草のアクアショップみたいなとこで丸いやつ。なんだっけあれ。コインウォーター。うん。コインウォーターは元気になっちゃうから。負けちゃうか。負けちゃう。負けちゃうんだ。これも相当元気はいい方なんですけど、うん、でも1ヶ月ぐらいすると増えていっぱいになってます、うん、これからまだ増えるんです。まだ増えんのってぐらい秋まで増えますから、うん、まだ5月なんでね、うん、これで飾る時はちょっと水辺の雰囲気を出して、うん、そうそう、だからこれちゃんとあれしないとあれだけど、これ去年の葉っぱを取ってでこれを、掃除してあげると、これが自然に出た場合の感じね、こっちが去年植えたやつですから。そうか、一回なくなってるんですもんね。そうですそうです。それで古い葉っぱがくっついたまんま、うんね、こまめにやってやんないとね、山野草はどうしてもぐちゃぐちゃになっちゃいます、うん、それも小さいから特にね、何が上がってんのか分かんなくなっちゃうね。山野草だとやっぱ調べても出てこないことが多いから。そうだよね。育て方なんてこんなの出てこないでしょ。多分これは経験だけでやってるんで。うん、もうだから何でもそうですけど、植物わかんないなと思ったら1年は売らないで育てます。うんね、へーっつってへーっつってほーっつって観察してそれで次の年から分けたりね。うん、その分ける時も実験をしながら分けるので。だから大野さん知らない草とか出てきたら面白そうにね買ってますもんね。なんかそう、あ、知らないこれ何初めて見たとか言ってその屋根拭き草がそうだよね。あれも最初見た時感激して買いました。一発でもう分かったから1年で大丈夫だったけど、これが去年から植わってたやつね。はい、寄ってるでしょ周りに。どうしても寄っちゃうんですよね。だからこれを直すには1回抜いて逆に回転させる、くるくるくる巻き直しするんで、それで真ん中に植えてやると真ん中だけがきれいに立つ。ハリイグサでした。ハリイグサでした。まだいっぱいある。あ、そうだ、これ管理違いますよね多分。これ水草なんで水盤にお水張っておいて、カンカン照り。なるほど。これカンカン照りだから普通の盆栽の棚に置いてもいいけど、水盤ちゃんと置いとかないと、ちっちゃい水盤でいいですよ。これは屋久島のカンスゲというものです。花がね、ほんと春先なんだよね、カンスゲだから。でも今年、でも別に大した花じゃないんで、すげだから。これは要するにただ分けるだけですよ。屋久島ってとこが味噌で、その辺に生えてるんですよ、カンスゲって。やたらめったら生えてます。普通こんな大きいの、こんなになってる。それ全然使い物にならないんですけど、屋久島系なんで、あ、もうね、植え替えてないから根が張ってますね。本当だ。こういうのをこうやって切っちゃいます。よいしょ、パサッとね。それでこれをかけるんですが、そんなに難しくはない。根が張るのが早いんですこれ。よいしょ。だいたい山野草は真ん中からこう割るのが定番です。はい、こうやってね。ここにオダマキ生えてる。これオダマキ、種から出たオダマキ。この三つ葉みたいな。うん、そうそうそう。これは未生のオダマキなんで取りたくないですね。なるほど。寄せ植えになってた方が可愛いですね。一回洗います。これ状態これをまだ割らないといけないからこれじゃ大きいんです、それ引っ張って割るしかないよ。よいしょ、ピッとピッと。このくらいかな、これの見どころはやっぱ冬なんですよ。秋から冬に使う草なんですよ、カンスゲは。カンっていうのは寒いって書く。草が何もない時に常緑なんですよ。それで今ほど緑はしてないんだけど、でも元気にあって、それで綺麗なんでね、寄せ植えに使うかな。屋久島ならではのサイズになります。なかなかできませんよ。何と植えたらいいかな。黄金下と寒菅と、真冬にであるやつで、そうか、どっちも残ってますもんね。と鉢探して、はい、これだったらこれだね、これだ、これがこれ、これがこっちで、ちょっと大きいか、大きいね、これでも大きいね、大きいね、ちっちゃいの極小の鉢が、誰さん？これは助水さん、助水っていう方がいらっしゃって、紫水さんのお弟子さん、これは彦さんち、ただ落款がハンコなんで見にくいだけです。ちっちゃいですからね、読めないの、ちっちゃすぎて。この間お祭りにいらっしゃった方が、はいはいはい、お富士にも2日続けていらっしゃいましてね、元気飲むんですよ。飲むんだ。一緒にお昼ご飯を食べていたらね、食べないで飲んでばっかりいてね、大丈夫かと思ってさ、心配して、もう92なんでね、だからね、お水飲んだ方がいいとか言って。元気だ、元気ですよ。鉢もね、まだ作ってますもんね、全然。あ、作ってます。これは何ですか？これは黄金シダの種まいたやつね。こっちもそうだけど、これじゃちょっと大きいんだよ、この草隠れちゃうから、こっちにします。これでよく見るとね、これがそうなんだよね。これがね、あれ、日が当たんない。これが苔じゃないんですよ。黄金シダの1年生なの。でこっちは苔。これ苔。だから苔生えちゃうと黄金シダ見えなくなっちゃうんですよね。はい、似たようなね。そう。これ辺が黄金シダですね。はい、これもったいないから、1年生だから。うまく使ってあげないと、苔生やしちゃダメなんですよ、黄金シダは。そうですね。黄金シダの種まくのって本当にちっちゃいのやってる人しかいなそうだな。まかなくても勝手に増えますよ。大きいのはね。大きい盆栽やってる人だって取っちゃいますもんね、もうちょっと。邪魔だからね。黄金シダ増えちゃうから。そう。このくらいかな。でもあると可愛いですもんね。そうなんですよ。もう国風の下草、黄金シダ多いですからね。でここちょっと切ります、はい、ちょっとでこれをここに寄せます。よいしょ。最初はねあれなんだけどね、さりげなく寄せとくのがいいんだけど、はい、もうちょこっと入れる、反対側にさりげなく、大きくなりますから、あんま入れちゃうと黄金シダの方が勝っちゃう。ギュッと入れてギュッと入れて、おまだ入りそうか、隙間があるぞ。止めます。はい。止まってんだか止まってないんだかわかんないような感じですが、これで大丈夫です。はい、ちょこっと引っ掛けるだけなんで。よし、これまだ土入れてないんですけどね。こういうのはどうやるかっていうと、こうまずこっちに寄せて入れる。はい、でこうね、で寄せといてつつく。で今度はこっちに寄せて反対側無理やり入れるの。入れないとかわいそうですよ、さすがに。でつつく。草はね多少潰しても平気ですから。で今度こっち側に寄せて、四方から、はい、四方からつつく。もう少し、まあ、ちょっとあればいいんです、ちょっとあればね、下にちゃんと土入れてあるしね。よし、これで OK です。 OK です。完成。はい、感じこんな感じ。どこ前だろうね。この鉢合うじゃないですか、かわいいよ。考え方としては石菖とかと同じ扱いでいいのか。そうですね。ただ石菖より変化が大きいですよ。石菖っていうのはほらピーって生えてて、葉刈りして同じ大きさになってって感じで、色の変化あんまないけど、これサイズがどんどん変わるし増えるし、こう葉っぱがくるくるって巻いてくると、ピュって伸びてすごい野生味が出てくるから関所よりは人気がある。でもあんま見ないですよね、関所の方がメジャーですよね。その草ってお店とかで売ってるのって。そうですね、屋久島のこれ自体売ってないから手に入らない。山荘屋さん行って探すしかない、普通のお店には売ってない。小野さんは結構あるんですか、在庫は。うちはこれしかない買えば買えると思いますけど、多分流行ると思います、うん、前はねいっぱい作ってたの、大量生産してたんだけど飽きるのよね。私3年育てると別の草にね興味がいっちゃって、多分これ動画にしたら多分こっち人気出ると思います。面白いですもん、だってこの関所と違ってこうもうちょっと低いし自然な感じ、うんいいですよねこれ。でももうちょっと持ち込んでくるくるってなって増えてきたら可愛いの。可愛いですよね。増えたら可愛いのこれは。これちょっと在庫増やしてもらう。在庫はい。お願いします。これ増やしておきますけど、あとは山荘屋さんに電話して、山荘屋さんもねこういう地味なやつは増やしてくんないんだよね、ポットで。売れないんだって。作り方とか使い方を言ってくれると、そうね、お客さんも買えると思うんですけどね、情報があんまないから。ポットのまんまだとなんだこれっていう、さっきの状態だとなんだか分かんない、雑草と同じ扱いになっちゃうんで。そうですね、どうしてもそうするとね面白くないんだよね。ちゃんと根っこごと取ってね。黄金シダ勝っちゃうんだよね。勝っちゃうんですよ。ほんでこれで花が出るとすげえなんでね。あ、とか花も咲くん。ススキみたいな花で春先ですよ。別にどつこともない花なんですけど。葉刈りとかないですか、その関所みたいな。葉刈りっていうより古い葉っぱ今掃除したんですけど。はい、全部切らないですね。もう新芽出ちゃうからな。古い葉でちょっと汚い葉っぱだけ切っとくみたいな。葉刈りはあんまりしないな。そんな大きくなんないし、関所みたいに先っちょが茶色くなるのは、あれはほら全部茶色くなっちゃうじゃん関所って。先っちょが。こいつは古い葉っぱだけだから持ち込んだら良くなりそう。あれだよね、もうちょっと入れてもよかったんですけどあんまり入れてないですね。あんまり黄金シダ入れると黄金シダがね勝っちゃうからね、用心して入れなかったな。ここちょっと寂しいかやっぱり。でもこっち側に入れたくないんだよね。入れたくないんだ、こっち側だ。こっち側に入れよう、バックにしたいわけね、増えた時のこと考えて。エリア分けというか、こっちを前にしたいわけですよ。その時に黄金シダが真ん前にあると鬱陶しいような気がして、これであと1ヶ月ぐらいすると落ち着くともう全然違う形になりますよ。これでね、これはまあまあもう見られますけどね。はい、でその葉刈りをしないけれどもやるといえば、この古い葉っぱハサミ使わないですよこれ。半分古い葉っぱって半分こうなるのね。これ枯れてるみたいな。ここ引っ張れば取れますから。こういうのあったらピッと取っちゃって。そうすると新芽だけ残るんで葉刈りはしないね。古い葉っぱの先っちょが汚いのだけ抜くと簡単に抜けるの。ふって取れます。これ古くなるとね取れるようにできてるみたい。引っ張ってちょっと力入れるとこういう葉っぱだけ選んで。これはお掃除と言いますが、いいですね。僕も欲しくなったなこれ。自分の鉢に植えようかな。じゃあ分けて置いときますから、後で元気になったら。というわけで、はい、屋久島の寒菅と黄金シダの種まきしたのを寄せ植えでちっちゃくしました。ぜひ仕入れてくれると思うのでお探しください。探しておきます。はい。続いて針金カツラ。これね古い松だったんですけどね、なんかおじいさん枯らしてしまって、うちに来た時はここ抹茶色だったんですけど、これがすごい。こっちなんだ。針金カツラという山野草ですけど、はい、最近あんまり見かけないんですよね。昔展示会でよく使ったんですけど、なんか心拍みたいなねそうそう感じですよね。そうそう、葉っぱがでこれね、こういうとこにくっつくと元気になるんですけど、植え替えてみました、はい、ここ穴掘って穴掘ってボコって取って、はい、はい、で今こんな感じこんな感じこんな感じ、まだ植え替えて2週間ぐらいですか、2週間ぐらいですね。なんか面白いですね、流れがある感じが。どうしてもここからこう取ったんでね、流れがあるんですけど、普通に育ててるとこっち側からもモコ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 生えてくるので、だいたい丸くはなりますけどね、流れるわけじゃなくてね、たまたまこっちに向いてたとこを取ったんで、もう取って植えただけ。そうですそうです、ぐっと掘り上げて、それで根っこをちょっと切って、でね、これね、こういうとこに植わるとね、すごい元気になって増えるんですよね、はい、何の植物なんだろうな、その辺よくわかんないんですけどね、昔からあります。それで問題はね、触っちゃいけない。あ、そうなんですか。撫でたくなるでしょ、触りたくなる。手の油が大嫌い。毎日撫でてるとそこから枯れてきます。とても不思議な植物です。なるほど。で、まあ松の下に生えてんだから日向でも大丈夫なんですけど、大体半日陰で育てます、普通はね。普通松はほら葉っぱがあるから日陰になってたんだと思うんだけどね、葉っぱがなくなっちゃったから今カンカン照りですけど。でこれ根っこもあるし、ちゃんとこう掘り上げて、上もこう枯れてる葉っぱがあるので、それもきれいにお掃除して植えとけば大体こんな感じで増えていくんですけど、このバサバサしてるじゃない、こういう風に、ね、これねこうやってね巻くの葉っぱを巻くの、こうやっての緑のとここうやってこうやって巻くの、一回巻いて土入れたんですけどねこうやっておくとね、勝手にモコモコになるのこうやって増やすの。じゃあ簡単に増えてきますね、環境が良ければね。私だから薄いね、私が見たとこおじさんがよく増やしてるの見てたんだけど、こういう薄い鉢あるでしょ、はい、そこにこうバラバラって巻いて、でおさやに赤玉の細かいのちょっと振っとくわけ、はい、はい、飛んでいかないようにね、でそれで普通の半日陰ぐらいに置いとくと、薄い鉢にモコ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 って生えてきて、すごい綺麗。一回こうもう植わっちゃってんのを植え替えるよりも、その方が均一になるし綺麗ですよ。で触っちゃいけないのが難点なんでねこれやって取っても1回でこうやってこうやって、もし心配なら軽く押さえで軽くこんな感じで、いいですね。ね昔思い出しました。昔ね持ってたね、こうやって増やしてたんですけど、もう何十年もね売ってないの。この間山野草の見本市で売ってたんでポットで買ってきたけど、はい、誰も知らないから一個も売れない。なんだこれ、終わり貴重な動画にこれちょっと茶色いの入ってるじゃないですか、こういうのは取っていいんですか。そうそう、もしねこれちょっとこれやかなと思ったら、中からね新芽が出てくるから、こうやってよく選んで、この辺ほら取れるでしょ、この辺ね。じゃあ触らずにハサミとかでこう。そう、こんなもう終わりかけてる。中からどんどん出てきます。これも面白いですね。なんていうか地味だけど、面白いっていうか、なんていうか針金カツラという。結構なんかもう上に出るから、まあ浅い鉢とかにねこういう入れたら。そう、あとこういうのにもいいです。ああ、いいかも。そのおじさんはこれによくつけて。巻くのがいいですね。こうやってね、巻いてやったこと出て勝手に出てくるから、勝手に草たくさん増やせると。そう。時期はどうなんですかこれ？今巻く。今飾る時期。飾る時期はね、秋かな。春には飾ってんのあんま見たことないな。冬も常緑だから。あ、常緑。じゃあもう同じような感じ。昔は国風なんかの下草でも使ってましたよ。まあ今作る人がいないから出回ってないからないけど、真冬でも緑だから。なるほど。うん、丈夫なんです。触りさえしなければ、撫でてはいけます。これも流行りそうですね。なんか。うん、これうちでポットで苗木売ってるんで、常設売店にも持ってくし、二の富士にも持ってくと思います。なるほど。二の富士が6月の29、30。29、30、浅草で。やっております。暑いんだよね。暑いですね。お客さん来てくれないんです。まあビール飲む感じで来てくれれば。そうですね。ゆっくり喋れますからね。一の富士もだいぶゆっくり喋りましたよ。大盆栽祭りだと説明ができないんですけど、お富士さんはのんびりしてるから、説明ができるし。ただ一の富士はバラと紫陽花が満開だから綺麗なんだけど、二の富士になると咲いてるのがないもん。地味です。地味。ホタルブクロも終わっちゃうし。なるほど。地味です。逆言えばそういう時期に買っとけばね、そうですね。売り切ることないと。そうですね。そんなこんなんでたくさん作りましたね。はい。あ、そうだ、ホタルブクロ。こんな感じでいろんな草をしていきました。バラもやりたかったけど、バラはちょっと別の動画で、後輩の話でバラが入ってきますのでね、こっちでちょっと登場してもらいましょうか。というわけで下草面白いので皆さんもやってほしいですね。そうですね。小さい草、下草楽しいです。こういう動画もかなり貴重な動画になると思うんで、喋れる人いないと思うから説明。そうだね。作ってる人いないもんね。なんでかな。皆さんチャンネル登録といいねを必要だと思うけど、展示会の時にお願いいたします。はい、じゃあありがとうございました。はい、ありがとうございました。